2018明治安田生命 J1 リーグ第24節、川崎フロンターレとベガルタ仙台の一戦をお送りします。天皇杯も勝って公式戦4連勝のベガルタ仙台、一方首位広島を追っているフロンターレ、両チームの対決です。今日は川崎一日献血大使ということで、ゲストにバイク川崎バイクさん、それからひょっこりはん、この2人が来場しました。ホーム川崎フロンターレのメンバーです。リーグ戦はこれで5試合同じメンバーです。ゴールキーパーチョンソンリョン、エウシーニョ、谷口、車屋、左上里、中盤のセンター大島と森田、2列目家永、中村健吾、阿部博之、最前線には7試合7ゴール現在11得点の小林優です。阿部ベガルタ仙台です。ゴールキーパーシュミット・ダニエル、最終ラインに平岡、大岩、今日はキム・ジョンヤ、5月20日の鹿島戦以来の先発です。八須賀、富田、椎橋、関口の中盤、今日はリーグ戦4試合目の先発ジャーメイン・リョウ、その下に西村、中野と入ります。スペースにコントロールをして仕掛けていきます西村、残し出す、マイボール、シュート、中にジャーメインもいましたが角度がないところを狙いました。家永です。中村健吾、家永左足、中村のパスコースには阿部と家永2人が入ってきました。反転ターン、中村、大島亮太から小林、足元コントロール、シュート、ポスト、速いパススピードでしたが、うまくコントロールをしました。中村が流します、阿部がシュート、スイッチが入ると一気にフィニッシュまで行きます。上り里、小林、阿部、中に家永と中村が入っていきましたが、小林打つ、ディフェンダーに当たりましたね。相手がいないところからこ うまく進入しましたね。ハーフタイムのフロンターレ鬼木監督なんですが、守備は正しいポジションから、そして落ち着いて冷静に自分たちでしっかりとボールを握ってサッカーをしようという指示を出しています。もっとコントロールミス、前向く決定機、中村健吾、相手のミスを見逃しませんでした。ここもあれですよ、中村健吾の守備からですね、はい、彼がそのままプレッシングに入って、まあ、シュミットダニエルボールを蹴らせましたけども、上り里ですかね、ヘディングをして、はい、その後に多分仙台の選手がキックミスをしたと思うんですね。そのミスを見逃しませんでした。おっ、キーパー出ました。シュート、力が入って浮いてしまいました。奥の拾って家永、スペースに出て斉藤、狭いところ、まあ、小林に合わせたのかもしれませんけども、際どいでしたね、はい、小林、ルーズボール、拾うチャンス、家永、柔らかいボール、ヘッド、飛び込んだ小林、セカンドボール拾ってダイレクトシュート、内ゴロの浮き球でした。奥の
川崎が仙台を下しました。これでここ5試合4勝1引き分け、まあ、ドローに終わった突戦以外はしっかりと勝ち点も稼いできました。はい、